K-TUBE をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。眩しいぞ、今日も。はい、って感じですけれども、こちらはですね、今、伊豆スカイラインに来ております。松田さんの試乗会に、お邪魔させていただいておりまして、特別にこの場所をお借りしてお送りしていきたいと思います。で、ここにいるのはですね、このね、ソウルレッドクリスタルメタリック、ほんと綺麗な色ですよね。はい、車あんまりよく知らない人でも、広島カープをしていらっしゃる方、カープ女子とかね、いろいろいますけど、そのヘルメットもね、この色ですよね。ソウルレッドクリスタルメタリック、綺麗だな。はい、ND ロードスターですけれども、グレードは RS、 いわゆる、まあ、走るの大好きな人仕様って言えばいいかな。はい、そんなグレードになっております。この RS がどういったグレードかって言いますと、 S っていうね、もう本当基本中の基本のグレードがあるんですよ。それにトンネルメンバーとリアスタビと LSD、これをつけるとですね、 S レザーパッケージとか S スペシャルパッケージとかなるんですが、さらにそこにビルシュタインの、足回り、そしてブレーキローターを大きくしたっていうのが、この RS の大きな特徴かなというふうに思います。なので、まあ、足回りもね、ビルシュタインがついてますから、そこそこね、高い速度域って言えばいいかな、まあ、そういったところまでこうガシッと対応するような、そしてブレーキローターも大きくなってますから、制動性能も上がっているような、なのでね、走るぞ大好きな人仕様かなというふうにご紹介したわけなんですけれどもね。なので本当に何もついてない S は、まあ、初代のね NA ロードスターを目指した原点回帰ということで、割とこうロールもね許容した、ひらひら走る、軽快に走るなんて言われましたけれども、その代わり何もついてないから軽いぞスペシャルなわけですけれどもね。そこに今度 990S というですね、その S に、ちょっとね、レイズのホイールだったりとか、ブレーキブレンボをつけたりとかして、ちょっとスペシャル仕様にしたのがあって、でそれとはまたこう別のスペシャルな感じ、豪華だけど走りもすごいぞっていうのがこの RS だと思っていただくと分かりやすいかなと思います。インテリアの一番のポイントは、はい、レカロのシートかなと思いますね。これさらにレカロのシートにプラスして、このヘッドレストのあたりにプツ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 ってね、穴開いてますけど、横を見ると BOSE って書いてないですか。はい、ここにスピーカー仕込まれております。オープンカーだとね、どうしても開けてると音聞こえにくくなるじゃないですか、オーディオのね。でこういったところにスピーカーを仕込んでいるということです。でさらに、じゃあちょっとこの辺紹介しておこうかな。ここ、あら失礼ウエスが入ってたわ。はい、ボックスでございます。これはね、鍵付きなのでね、お出かけちょっと開けたままするなんていう時に大事なもの、こういったウエスとかですね、違うか、はい、入れておいてください。でこれカップホルダーです。でこれロードスターらしいなっていうのが、これね外れます。で外してここにね付けることができるんです。はい、だから一人で乗ってる時ってここ取れないじゃない、取りづらいじゃない、頑張ってここだと取れますよね。でも助手席に人が乗ってる時、ここにあるとやっぱ邪魔でしょ。なので2人乗ってる時はこっちへ置いて、運転席の方は助手席の方に飲み物取ってもらうと。で1人で乗ってる時はね、取ってくれる人いないから、ここに置くということですね。でここには、はい、ちっちゃいけどね、ボックス、鍵を置けるのはいいよね。はい、そしてですね、ここはいろいろこうチョイスするとこなんですけど、それちょっとスイッチ入れないと見えにくいので、ちょっと入れちゃうね。お、マツダのマークが、これタッチパネルでもできますが、これ、あ、ちょっと待って、今ナビゲーション起動中だ。これはですね、例えばホーム画面にすると、これでもこう選ぶことができます。でこれはね、これでもいけるし、ごめんね、これでもいけるし、はい、両方使えますね。で、ポイントとしてはね、どれが分かりやすいかな。じゃあちょっと今設定画面にしましたけど、こう画面こっちやん、じゃあこれとかどうかな。ここにね、
出す情報量を実は松田さん結構コントロールしてて、パッと見た時に把握できる行数にしたりとか、はい、フォントにしたりとか字の大きさにしたりとか、そういったところをこだわってるんですよね。どこまでもまあ人馬一体感っていうかね、運転に集中できるように。だけどやっぱりね、今快適装備とかこういうものないと困っちゃうという方もいらっしゃいますから、このようなナビも用意がされています。で逆に S とかね、 990S とかにはこれないですよね。だからそこはまあどっち取るか割り切るか、はい、好みでチョイスしていただければと思います。でここはねちょっと滑り止めがついたスペースになっていて、でここはねスマホね、はい、ちゃんと書いてありますね。わかりやすくね、 USB があって AUX もあって、でこれはこれここに刺すのかな。でこれはシートヒーターね、やっぱオープンカーには欠かせない、はい、装備でございます。あとはねないんだよね、ここもないし。だからやっぱオープンカーってすごい限られたスペースだけど、でもまあライトもここについてるし、ここもね鏡もついてるしということで、限られたスペースにこういうのはやっぱ必要でしょっていうものは用意されています。でロードスターの一番の特徴はやっぱこれですよね。はい、ポップアップした手動なの、こういう感じで。でもね、慣れれば実は電動より早いんですよ。えいやって持ってきちゃえばいいから。で今ご覧いただいて、ちょっと待ってね、ご覧いただいてもう一回いきますよ。こうでしょ、一回じゃあちょっと開けましょうか。でここの最後のポンっていうのだけがね、私の身長だとギリギリなんですけど、例えば信号待ちで雨降ってきた、届くのよ。これ大きいですよね。やっぱいざっていう時に閉められるっていうのポイント高いと思います。これはね、あのちゃんと届くか届かないか考えて設計したんだそうですよ。ではエンジンルームです。なんかね見えてていいね。はい、直列4気筒、1234見えますね。はい、縦に置いてありますよ。そしてこれ 1.5 リッターです。パワースペック的には132馬力、トルクが152ニュートンメーターということですね。まあそんなにね力強いっていうわけではないんですけれども、スカイアクティブ G ですよ。非常に効率がいいエンジンを使っております。でこれは RS だからあれですけど、さっきからね何回も登場している何もついてないベーシックな S、 あれはなんと重量が990キロじゃないですか。そうするとね燃費ね、まあ、あのカタログ燃費じゃないよ、実質燃費ね、20キロ以上走っちゃうんですよね。すごくない？もしあれに例えばモーターとか電池積んでハイブリッドにしたらそんなに出ないんですって。やっぱ軽いは正義ってあるんですよね。そこはやっぱロードスターのすごいとこだと思います。ではラゲッジスペースを見てみたいと思います。さてどうやって開けるかな。足じゃないしね。これねパッと見ないでしょ。実はここにあるんですよ、この隠れてるとこ。デザインを崩さないようにここにないんです。こういうとこにあったりするのかなと思うけど、これ良くない？って、これね何がいいかって、ここってあんまり汚れないんですよ。だから押してもね手が汚れない、これすごいいいと思います。でガチャじゃなくてポンと押すだけだから手も痛くないし爪も痛まないしね。で結構入るでしょ、こんな。ここ多分ね今日入りませんよ、入りませんよ、入りませんよ多分入れるでも入りませんからね、入れると思うけど振りじゃない入らないよってなんかね上島竜兵さんみたいになりましたけど、でもね入れます。これねキャリーバッグ2個ぐらいいけるスペースあるの、意外とあるの。これねオープンカーでこれだけ入れば旅行に行ける、要はね大人2人の荷物を積んで、まあ、2泊3日ぐらいのね旅行に行けるっていうのがこれコンセプトなんですよ、この車のある一つのね。それが全部じゃないよ。だからこれだけ荷室スペースがあるんです。多分ねっていうか、私たちこれレースの時とかここにあれだもんね、あの給油の缶とか入ってるもんね結構入りますよ。はい、ではちょっと行ってみたいと思います。これも結構なんか、あでも救急
ングレースの方が多分軽いからよりなんかねその分こうパワー感というかトルク感っぽく感じたんだと思うけど、あのこれまでの従来品の従来品なんですところでしょうか、従来品の S よりもですね、非常にちょっとトルクフルな感じがいたしました。でこれもですね KPS キネマティックポスチャーコントロールがついてるんですけれども、どうかな、これの方がちょっとこうもともとねビールシュタインのダンパーとかついてるので差が分かりづらいかもしれないですね。あでも分かるわ、あでも違うわ、全然あ全然違うわ、あやっぱ違いますね。いやこれなしね、もうねケイちゃんパフォーマンスチェンジャーって名前変えようかと思ってるんですけど、それぐらいすごいですよ、急になんか私のパフォーマンスが上がるっていうね。これやっぱ絶対ケイちゃんパフォーマンスチェンジャーだわ、このコモドドラゴンすごいな。やっぱもともとねビルシュタインの足がついてるのでちょっとこう締まった感じしますけれども、でもこの締まった上でのピタッっていうねこうピタッっていう感じなんですよね、なんとも。いやなんかロードスターってヒラ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 ってずっとねなんか形容詞ついてきたじゃないですか。で確かに私もヒラヒラした車だなっていうのを思っていて、それがなんかこう軽快な感じがしてねいいなっていうふうに思ってはいたんですけれども、このロール的な向きが変わる的なこういうヒラヒラとかこういうヒラヒラはいいんだけど、確かにね路面から浮き上がっちゃうのはただの不安定ですよね。それをヒラヒラって感じちゃうとそれは違っちゃうんですよね。だからこの不安定がなくなってでもねしっかりこう向きがヒラヒラ変わっていくようなロードスターらしさはしっかり残ってるんですよ。だからこれね今の車って例えばそういうスポーティーな走り味を出すためにいろんなものを追加していきがちですけど、そうすると重くなる、であとはなんかこう電子デバイスで全部コントロールされているような気分になってね好きじゃないっていう方もすごいいらっしゃると思いますけれども、これ今回新しいものを加えたのではなくてですね、あの ESP、まあ、DSC ですね、マツダでいうところのダイナミックスタビリティコントロールの中の機能をちょっと使ってみたみたいな感じで、これがやっぱほんと素晴らしいですよね。ほんとに安定してるもんな、嫌な感じゼロですからね。なんかね、むやみに飛ばさなくてもどこまででも走っていきたい感じにさせられるし、これ0.3G の、横 G がかかった 0.3G 以上かかかって、そして左右のね、タイヤの回転差が生じた時に発動するわけですけれども、でも発動するったってたった 0.3MPa、もうブレーキペダルの上に足置いたかな置かないかなぐらいのブレーキをじわーっとかけていくと、もともとロードスターが、持っているこうジオメトリーがよりこう積極的にこう動く方向になって、地から足が離れないみたいなむやみなインリフトしないみたいな、いやすごいこと考えますよね。でこれね隣に乗ってる人も体感していただけるんですよ。てか特にね隣に乗ってる方の体が楽だと思います。運転している人ってこれからどういう風に車が動くとかね、まあ、動かすとかね、まあ、分かってやってるわけじゃないですか。
分かってない時はおっとっとになっちゃうわけでね。でも横に乗ってる方ってこれからドライバーがどういう風に車を動かそうとしてるのかって分からないですよね。なのでより体を安定させるのは難しい。ハンドルもないですし、まあそういった中でこれだけねこう安定してくれるとより快適にロングドライブを一緒になって楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。でロードスターって本当にスポーティーなね走りをするっていうのも一つ最大のこう特徴といいますか、もう特質ものと言っていいぐらいの性能がある車ですけれども、やっぱりこのライトウェイトスポーツのオープンカーとしてこうドライブを楽しむ、やっぱ GT ツーリング性能みたいなのも必要な車というか、そこを好きで買ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。で、まあそのどちらにもこれいい方にしか働かない、はい、KPC というシステムですから、本当にねすごいものを開発してくださったなと、感動いたしました。というわけで今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にドライブしましょうね。またねー。